はい、ハゲチャンネルの次郎でーす。いやー、今日さ、かなりあったかい。部屋半袖です。はい。ただそれだけなんだけど。はい。はい、今日もやっていきたいと思います。今日、LED ライトをやっていきたいと思います。今日はね、また最近出てきた、ネット広告の怪しいやつですよ。Facebook とか、TikTok とか、あと Instagram、まあ、そういうところ、ところどころに、こう、そういう、まあ、俺の場合はね、LED のライトを結構検索するんで、多分、AI の方で判断して、そういう広告を俺の方は結構出やすい環境になってるんですよね。人によっては、だからね、そういう検索項目によって出てくる広告がかなり変わってきたので、LED の広告全然出てこない人も結構いると思うんですよね。まあそんな感じで自分のところにちょっと、そういうね、怪しい LED の広告がね、結構出てくるんで、今回ね、ちょっと、お、これはと思ったものがまたありましたんで、ちょっと購入してみました。はい。とりあえずね、その、ネット広告見ていきたいと思います。これかな。あ、これだ。これで、はい。これですね。はい。ちょっと懐中電灯なのか。まあ、懐中電灯は懐中電灯、LED なんだけど、まあ、COB、LED 搭載フック付きって書いてますな。で、画像をちょっと変えてきますね。こんな感じ。アウトドアで大活躍、強力 LED 懐中電灯。はい。まあ、次の画像。これは、まあ、特にいいな。あ、自転車だね。これ自転車のハンドルのところにこう、上につけて、まあ、照明として使ってる感じだね。次の画像は、ハイテクブーム機能ってなんだ？中古照射。すぐに切り替える。836ズーム機能。遠近す、兼用。あ、ズーム機能ついてるのかな？はい。まあ、次の画像行きましょう。おー、ランタンとして使えるんだね。なんかこの先端がこういう形になってるね。なんか付属でこういうのがついてるのかな。まあいいや。はい、次の画像。これ防水だね。うん、まあいいでしょう。こんな感じ、防水だそうです。はい、次、明るさ。相当明るいような、これ。なんか崖っぷち映してるけどさ。まあ、どうなんだろうね。わかんないけど。で、画像は以上かな。で、ちょっと値段が4790円だそうです。送料無料。一応 32% オフとはなってるけど。で、超目玉アイテム、大感謝祭。あ、出たよ。この広告、こういう怪しいネット広告のありがちだね。ワンセット4790円、まあ1個4790円で、2つ買うと5980円、1000円ちょっとかな。で、3個買うと6980円、まあさらに1000円プラス1000円すると3セット買えますよっていう、まあよくありがちですわ。必ずこの感じだよね。はい、高照度懐中電灯。あ、これ動画かな。ちょっとクリックポチッと。おお、なんか、ミュージック、かっこいいミュージック流れてるけど、うん。うんうんうん。千ルーメンって今出てたよな。うん、この画像で見るとすごい明るさだよね。まあまあまあ、ランタンとして使ってるね。
あー、なるほど。こういうのが多分ついてるんだね。はい、動画終わりました。はい、じゃあスクロールします。これ、下のことで、まだ悩んでますか？照度が物足りない。俺は悩んでないけどね。照射時間がいまいち、まあバッテリーが少ねえんじゃねえのっつう。雨の日は、まあ、防水じゃない。照射範囲が狭すぎる。まあまあまあ。で、電池にも思わぬ気が、まあね。まあ、メーカーによってはちょっとね、破裂だの、そういう。まあね、壊れやすい。まあまあ、ものによってはそういうのある。まあ、いいでしょう。はい。ああ、こんな感じなんだね。うん。全体の空気上、はい。アウトドアでも大活躍と。まあ、さっき動画で見たんですけど、明るさ。これがどうなんだか、こんなに明るいわけがないと思うんだよね。はい、次。まあ、これもいいでしょう。この辺も。もういいな。はい、ズーム機能。これが本当についてるかどうか。以前紹介したやつ、ズーム機能あって、全然ズームなんかなかったからね。そんなんあるからな。はい、ずーっと、こんな感じ。これは何なんだろうな、この輪っか。土星のリングみたいな、この、まあ、実際物見てからかな。まあ、あとは、明るさのアピールの画像だの、動画だの、続くね。この辺にいたらざっくり見ていこう。ね。まあ、こういう広告がやったら明るさアピールしてくんだよね。明るさこんなにすごいんですよっていうね。あ、やっぱりこれそうだね。なんかランタンにつける、なんかここになんか、つけるんだね。はい。ずーっと行ってって、あ、これ、こういう仕組みですよっていう構造になってますよ。作業灯としても使えますよ。あ、ここ多分電源スイッチで、ここは COB っていう、あのチップオンボードっていう LED がついてる。ここも明るくなるんだね、おそらく。まあどうなんだろうか。実際のもの見てから。ああ、まあまあまあ、この辺もいいだろう。まあ、同じような感じの画像が続くね。あ、やっぱこれがついてんだ。原稿カバーって言うんだね。はい。まあ、ざーっと流そうも。長えな、これ。はい、大きさ。長さ、16センチ。直径が33ミリです。まあ、こっちはいいや。明るさランプビーズ1000ルーメンってなってるな。一応ね。で、充電方式はタイプ C だね。アルミ合金。ほんとかな。あと、もろもろ細かいことが書いてあるけど、まあ実際、もの見てから。はい。あとは、買った人のコメント。まあ相変わらずいいコメントしかねえわ。はい、んで、注文。あ、同じだね。注文。氏名、住所、もろもろ、入力して、注文といった感じです。代引きですな。やっぱり。代引きで、本体のが4790円で、代引きの手数料が790円かかります。で、トータルで5580円です。で、ここには税抜きって書いてあるんだよな。はい。以上です。そんな感じで、じゃあちょっと実際のものを見ていきましょうかね。はい。はい、ではね、早速ちょっと実物を購入いたしましたんで、見てみましょう。はい。これです。こんな箱に入ってきました。あのね、箱は結構ね、普通。うん。まあいいわ。で、ちょっと中身、ちょっととりあえず出してみましょう。で、あー、これだね。これが、多分先端につけて、ランタン的な感じで使えるわけだ。中がね、こんなになってんだね。
とこの明るさで消した方がやりやすいかな。ちょっとどう、中がさ電球みたいに丸くなってんだよね、ピンポン玉みたいな感じで。まあそんな感じです。で本体がこんな感じで入ってました。出します。まずこれ充電ケーブルをタイプ C じゃん。はい、最近ねこういうのもほとんどもうタイプ B が消えてきたね。ほとんどタイプ C になってきたね。はい、で本体これです。はい、結構ね見た目っつうか持った感じもこれなんか作りとか全然いいよ。これ見た目だけはね、先端こんな感じね。で素材はね多分おそらくこの先端のこの銀色の部分、ここはねアルミ合金で、こっちはね多分 ABS 樹脂かな、こっちの半分は。うん、でも作りはいいなこれ結構。まあとりあえず肝心な明るさだっていうかそれだね。でね説明書が何もないっす。商品名は、なんだ？懐中電灯 LED ライトフラッシュ。なんだこれ？読めねえやこれ。あ、こっち型番書いてた。XST836 って書いてあるんだけど、ちょっと映るこれ。こんな感じ。これ型番だね。まあちょっと後で。これに入れられたら言っときますね。はい。それにちょっと電源入れてみっか。ポチッと。お？まだ明るいんだね、これ。で、もう一回押すとポチッと。あ、暗くなった。ローモードかな？点滅。あ、これで COB。4モードだね。うん。ズームはするのかな？本当に。お、ズームする。ほら。今回はズームちゃんとするね。以前紹介したのはズーム機能ありつつで、ズーム全然しなかったからね。はい、これズームします。はい。じゃあ、とりあえずちょっとさ、明かりを消して、明るさどのくらいか、ちょっと見ていこう。よっこいしょ。ちょっと。さあ、どうだ。おぉ明るいじゃん。これがね、いつもね、一番明るいハイモードだね。明るい、一番明るいモード。で、ズームすると、ズームイン。ああ、まあまあ、普通だね。ズームインしても結構遠くまで、この光の強さ、結構遠くまで届いてから。一応、センルーメンとはなったけど、どうなんだろう。センルーメンぐらいあるのかな、本当に。うん、で、もう一回押すと、あ、消えた。あ、続けて押さえながらね。で、ローモードでさ、ローモードでもまあまあ、結構普通に大丈夫だね。で、点滅モード、こんな感じでーす。で、COB。COB も結構まあまあ普通だね。こんな感じね。ちょっとこれの表現がどうやってるんだろう。まあ、広報に置いといて。こうか。こんな感じ。手元で。まあ、ランタン的機能だな。うん。といった感じです。結構明るいわ。で、オプションで、これだね。これを、ここにこう、多分、ここに差し込むんだね。差し込んで使うって感じだね。ほんと多分ランタン的な感じで使えるみたいなんで。これでちょっとね、また暗くしてやってみます。
あれ、スイッチが、ちょっと、おこんな感じ。これすげえ。ランタンで全然使えるわ。こんな感じね。そう、遠く。手にはぶら下げて持ってる感じで、こんな感じで。結構明るいよ。で、こう、なんかね、置いといてもいいしね。うん、これは結構いいんじゃない？これでズームされたらどうなるの？ああ、ズームしたらちょっと明るさが変わるぐらいだね。あ、これいいじゃん。意外とこれ結構いい感じ。で、ローモード。点滅モード。こんな感じです。はい。といった感じで、さあどうでした？結構ね、明るさも意外と良かったね、これ。はい。で、一応ね、ここにフックがついてて引っ掛けられるようになってます。ランタンに使うときなんかこうなんかにこう引っ掛けといて使えるようになってますね。あのカラビナみたいな感じになってますね。で、あとここにゴムのカバーがついてるんで、ここちょっとね、お尻のここがね、多分充電する端子よっこいしょ、これはちょっと開けづらい。そうだね、充電端子がここにあります。照明つけるか。はい、充電端子こんな感じ。ちょっと使いづらいとかあるね。使いづらいとか、このゴムのカバーが外しづらい。はい。まあ、するときは簡単なんだけどね。これをこう開けるときはちょっと大変かなっつぐらいで。あとはいいね。でさ、まあ、ここだけアルミで、ここは樹脂なんだけど、逆にこれはキャンプとかランタンで懐中電灯、これ軽くていいよ、結構。うん、なかなかいい感じ。まあ、そういう商品でした。まあ、といった感じで、あの広告を見てもらいましたが、あんなとこで買うわけねえよな、俺がバカバカしくて。いくらだっけ、4000いくらだっけ、こんなもん。もう急にコロッと耐えるから、4790円だわ。で、代引き手数料。代引き手数料かってさ、5000円超えちゃうだろ、これ。どうなの、一体。確かに、物はね、品物はいいっす、これ。こんなとこで買えねえよ、こんなの。でね、俺探しましたよ。俺ね、過去に見たことあるんだよね、これ。俺、まあ、Amazon、特に Amazon なんかそれで LED ライトばっかりしょっちゅう見てんだよね。なんか新作いい面白いのねえかなと思ってさ。なんか見たことあるなと思ってさ。記憶に残ったんでね。それ辿ってね、こうだー探してたら、あった全く同じの売ってた。で、これ今回ね、その Amazon で買いました。はい。Amazon でね、なんといくらだと思いますこれ。びっくりだよ。ね、ちょっとね、どれだっけ。はい。1299円。いや、アマゾンだから送料無料だよ。1299円です。こっちの方はさ、もう、5000円ちょっとだわ。代引き手数料も取られて。これ、4つも買えちゃうわ。これが、アマゾンだと。でね、まあ、アマゾンで、サイトの画像ちょっと後でここに入れてきますね。値段が出てると。でね、明るさがね、アマゾンの説明では750ルーメンです。で、バッテリーの容量が1200ミリアンペアアワー。で、18650っていう充電池が中に入ってるそうです。
まあそのアマゾンの画像もね、ちょろちょろってねこう入れておきますね、この辺にね。でね、評価がいいんだわあのコメント欄結構ね、いい評価がね、結構ね、星がねもう4つ半ついてる。あのアマゾンの評価全部 1,2,3,4,5 段階あって星が4つ半までオレンジ色になってるから結構評判いいよ。これ1299円でこれはねもう最高、これはいいわ。うん、ただこっちは怪しい通販サイト5000円ちょっとだわ、ふざけんなよって感じだよね。これどうなの一体、物全く一緒だわ俺、間違いなく一緒。俺去年あれこれいつ見たんだっけな、今年になってから見たんだっけな、ちょろっとあんまり気にはしてなかったんだよね、ただなんとなくこう見ただけだって。そしたら3月になってからかな、この怪しい広告にこれが出てきたんだよね。おっこれって思って、来たー、ドアネタと思ってさ、で今回買いました。ほんであとは実際これ外でどうしよっか、いっかこれはね。まあ明るさはね、そんな極端に明るくもないし暗くもないし、無難な懐中電灯として使えるもんだからね。これね、あの怪しい広告のところで絶対買わないでください。はい。あ、そんでね、ちょっと付け加えておきますね。アマゾンの通販サイトのね、あの欲しい人いたら、アマゾンの通販サイトの、ね、概要欄にあの URL 貼っておきますんで、購入したい方はそちらから購入してください。絶対こっちの怪しい広告の方では購入しないように。十分気をつけてください。はい、はい、今ね夜のテスト撮影来ました。これですよ、これネット広告の怪しい広告に出てきたやつね。これランタン機能としても使えるやつね。でまあこういうのがあって、これをつけるとランタン機能としてもこう使えるってやつね。で実際にはこれ Amazon で安く売ったやつなんだけどね、これをちょっとね外で検証してみたいと思います。ちょっとライトを消して、あ今動画止まったはい、もう一回スイッチオン。あ、結構明るいわこれ、すごいすごい明るい明るい。つうかね、また同じ場所で撮影してきたわ、畑た麦畑なんだけどね。最近さ、あの近所の公園でさ、今日土曜日か、今夜中なんだけど、車が何台か止まってて、撮影がなんかやばそうでできないからさ、最近ちょっと畑で撮影してんだよね。はい、でこれでもう一回押すとショート、あロー、もう一回か、はい、ハイモード、ローモード、点滅モードで、サイドの COB、こんな感じ。はい、で、もう一回押すと消えるといった感じですか。で、ハイモードでこうズームするとこんな感じ。ズームすげえね、遠くに止まれっていう標識あるんだけど、あそこまで行かなくてよく見える。すげえな、これで Amazon 1400円だぜ。でずーっとこっち畑もない照らすと光が、すげえこれすげえわ。もう怪しいネット広告ではさ4900円だっけ、あのな代引き手数料入れて、まあ、5000円ちょっとぐらい値段するんだけどさ、アマゾンで1100円って書いてあるけど、いやこれすげえぞ。でズームアウトでこんな感じの明るさ、まあ、すげえわこれ。アマゾンで買えばこれはねいい買いお買い物だね、うん、はい、すごいこの光の距離がねすごい遠くまで、すごいなこれ、何百メートル届いてんだこれ、よくわかんねえけどさ。はい、こんな感じで夜の
検証撮影こんなもんです、はい、なかなか使えるねこれね、 Amazon で買えばね、はい、以上で終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。終わったけどさ、忘れてたわ、ね、これ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 先端につけて、これをこうやるとこんな感じ、ランタン的機能を使えるってやつだね。こんな感じでこのこれをつけたままズームインすると、もうあまり変化ないね。ちょっと路上に置いてみると、路上に置いて照らすとほらこんな感じ、すごい明るいよね。ランタンとしては十分使える。うん、はい、そんな感じです。これいいわはい、じゃあ再度ありがとうございました。以上です。